ポルトガル鉄道は、ポルトガルの国営鉄道である。1997年以降、大幅な赤字による、経営立て直しや EU の鉄道政策により、上下分離が行われ、運行部門の CP と、線路等のインフラを管理する部門のリファーに、分割された。またその際に、CP のロゴや略称はそのままで、正式名称が、コミニオス・デフェット・ポートゲイシースから、 この様子でポルトガルに解消された。リファーや CP の免許や安全分野に関する監督機関として、ポルトガル政府直轄の鉄道規制庁の設立もなされた。改革が功を奏し、近年は事業が持ち直しつつある。1856年10月28日、西ヨーロッパ諸国のうちでは遅く。 ポルトガル最初の鉄道路線がリスボンとカレガード間 26km が開通する。この時、ポルトガル鉄道会社が誕生する。誕生当初から、期間は 1668mm であったが、当初は標準期で建設されている。1859年には、隣国スペインへ早くも路線網が接続されそれ以降、後期が幹線鉄道を中心に採用される。 標準機で建設された路線も後に後期に改め機される。自国だけでなく、イギリスやフランスの企業も参入し、ポルトガルの南北両方向や、リスボンやポルトなどの大都市圏に徐々に路線網を広げていった。ゆっくりではあるが、路線の電化も進んでいく。1975年に鉄道の国有化が行われ、同社の名称は、 ポルトガル鉄道を略した CP になった。1999年、アルファペンドラールの運行が開始される。2013年を目標に、リスボン・マドリッド間に標準機高速新線を建設し、スペインから高速鉄道アベニューが乗り入れてくる予定が存在した。仮に実現した場合、マドリッドまでの所要時間は2時間45分となった。2008年6月2日、 ポルトガル政府は、リスボン・マドリット間高速鉄道のうち、カイア・ポセーラオン間 167km について、建設工事にかかる広告を行った。しかし、財政危機などの理由もあり、2012年に、ポルトガル政府は高速鉄道の建設計画を断念した。スペインとの高速鉄道以外にもリスボン、ポルト間にも高速鉄道の計画が存在する。 リズボンのオリエント駅を起点とし、標準機の高速新線を建設し、ポルト・カンパニャン駅に向かう予定。全線標準機高速新線で完成した場合、両都市間は所要時間1時間15分になる見通し。なお、両都市近郊についてのみ、在来線に乗り入れることも検討されており、その場合は、機関可変車両が導入される。また、 ポルトとビーゴ間の高速鉄道計画も存在する。分離政策により CP は6つ、事業組織に分かれている。c p アルファペンドラールリスボーンオリエンテーキ1997年から2015年まで EU の鉄道政策に従ってリファーがインフラを管理していた。リファーはレデフェレビーディアナシオナルの略で1997年に設立された。 ポルトガルの鉄道もインフラを管理する管理機構であった。2015年にエストレイデスでポルトガルと合併し、インフレストルー・トラスでポルトガルとなる。ありがとうございます。